XSL フォーマティングアブジェクツ XSL フォーマティングアブジェクツは XSL の一部で組版の制御、指示のための仕様である。競技には XSL 仕様で定義されている組版対象オブジェクトのことである。XSL は XSL 法のほか、XSLT とザパスから構成される。 XSL は XML 文書の変換と組みを行うために開発された。XSL の構成要素の一つである XSL 法では、視覚的媒体だけでなく、聴覚的媒体に関する制御も規定している。XSL 法を含む XSL 関連仕様は標準化団体 W3C で開発され勧告として公表されている。 XSL4 文書も XSLT により XSL4 を形式に変換する前の文書も共に XML に準拠したマークアップ言語である。このことは XHTML、HTML と CSS を組み合わせて使う場合とは対照的である。XHTML、HTML は XML、SGML に準拠しているが CSS は独自の公文で記述する言語であり、XML に準拠していない。XSL 法では、XHTML とは異なり、意味に基づいたマークアップは行わず、組版で必要となるマークアップのみを行う。また、XSL 法文書自身に、組版の対象となる文書データがすべて格納される。一方で CSS は、 別の XML もしくは XHTML 文書の規定の表現を変更する方法をとっている。視覚的表現のための他の手段には XHTML、DocBook 及び定などの利用がある。XSL は XSLT が任意の XML を処理可能であるため、どのような XML 文書に対しても適用できる。また、 出力手段も XSL 法に限らず、XSLT によって、XHTML などに変換する、XML ベースであれば、何でも、といったことも可能である。XSL では、まず、XSLT スタイルシートを使うことが多い。この XSLT スタイルシートは、対象となる、XML 文書の文書型、スキーマに合わせて記述される。 XSLT スタイルシートは、組版を行う人自身が記述する場合もあるが、文書型に合わせて作成された規制のものを使うこともできる。この XSLT スタイルシートを適用することにより、対象となる XML 文書は、XSL4 文書に変換される。XSL4 では、XML 文書の一般的な作成者は、 普通の XML 文書を作成するのであり、直接に XSL4 形式の XML 文書を作成することは想定していない。XSL4 では XML 文書の作成者が作成した XML 文書を XSLT を使って XSL4 形式の XML 文書に変換すると想定している。XSLT のスタイルシートは作成した。 XML 文書とは別途作成する場合と、XML 文書自身に埋め込む場合がある。XSL 法文書の生成は、XSLT による変換によって行うことができるが、適切な XSL 法形式に生成できるのであれば、XSLT を使わずに任意の手段で生成して構わない。XSLT は、当初は XSL 法への変換という用途のみが、 想定されていたが、XML 文書の汎用的な変換に使用可能である。現時点では多くのソフトウェア技術者、プログラマは XSLT を XML 文書の広的な変換言語として認識しており、認識の問題ではなく汎用であるということは単なる事実であるが、XML 文書を XSL 法文書に変換するという用途はあまり認識されていない。 XSLT の変換は非常に強力である、チューリング完全である。XSLT を使うことによって自動的に文書の目次を生成したり、参考文献とのリンクを設定したり、作品を生成するなど非常に多様な能力を持つ。XSL4 形式の文書が生成されると、XSL4 の処理系がその XSL4 文書を処理して組み反する。 XSL4 処理系は、XSL4 文章を入力として、一般の人々にとって読みやすいファイル形式内印刷、表示可能な媒体を出力する。出力可能な形式の種類は、XSL4 処理系の実装により異なる。現在、XSL4 で最も一般的な出力形式は PDF である。実装によっては、ポストスクリプトや、 RTF などの他の形式での出力も可能であるし、ファイルを作成せずに直接にコンピュータ画面に表示したり、直接印刷することもできる。XSL4 は複数のページで構成される媒体を想定して設計された。一方 HTML と CSS はページの概念がない媒体、コンピュータ画面などを想定して設計されている。XSL4 において、 ページの概念は不可欠な要素である。XML を扱う人々にとって、XSL 法の処理系は、複数のページで情報を表示する際には強力なツールである。XSL 法の基本的な考え方は、コンピュータによる組版である。XSL 法文書には、印刷対象となる文書データと文書データに対する組版の制約情報が含まれている。 この XSL 法をもとに、XSL 法処理系は組版を行う。XSL 法は、こうした仕組みに基づいているため、ある XSL 法処理系による出力と、別の XSL 法処理系による出力が、一致しないことがある。しかし、XSL 法の一般的な目的は、複数のページで構成された組版された媒体を、生成することであるため、あまり問題にはならない。 XSL4 の使い方としては、紙などに印刷された文書や PDF ファイルの生成が一般的である。PDF ファイルもその性質は印刷された文書に近い。XSL4 は内容駆動と呼ばれる設計による組版に非常に適している。この組版の設計は、書籍や論文、法的文書などで標準的な方法である。この組版設計は、 一つの連なったテキストに対応する単一の流し込み、フロー領域を持ち、ページの余白に様々な情報を配置することができる。この設計は割付駆動の設計とは対義的な設計方法である。割付駆動の組版の設計方法は新聞や雑誌などで使われている。割付駆動の設計ではある文書内容に必要な空間を十分に確保。 できなかった場合、割付を調整して十分に確保しない限り、文書内容は途中までしか印字できない。x s l 法では、新聞や雑誌におけるこのような窮屈な制約を制御することは簡単なことではない。実際に、x s l 法では、多くの場合、戦術のような割付の形式を表現する機能が、いくつか欠如ている。x s l 法は、 基本的にこのように設計されているが、非常に豊富な表現力を持つ。表、リスト、側不動体、本文とは分離した領域、その他様々な機能を備えており使うことができる。XSL 4のこうした多くの機能は CSS の組版機能と互換性がある。XSL 4文書は XML 文書であるが、明示的な DTD 内しスキーマに従う必要はなく、XSL 仕様において、XSL 法文書の公文が定義されている。XSL 法文書は、大きく分けて2つの必須の部分から構成される。最初の部分、レイアウトマスターセット要素のページレイアウト定義では、ページの特徴を定義する。例えば、印刷するために大きな余白を確保するよう、 ページレイアウトの定義をすることができる。製本するためにさらに大きく余白を取ることもできる。次の部分、ページシークエンス要素では文書データを分割して複数のフローに再構成する。XSL4 と CSS はよく似ている概念を採用しているが、いくつかの違いもある。ブロックとインライン要素の概念は CSS と非常によく似ている。 感覚と余白の規則のいくつかは CSS と異なる。表記方向に関しては、XSL4 では、ページの特性に沿ってすべて指定することができる。この XSL4 での表記方向の指定機能により、英語とは異なる方向で文章を記述する慣習のある言語にも対応している。日本語などの縦書きにも対応している。ただし、 XSL4 処理系の実装としては、少なくとも一つの表記方向に対応することが必須であり、すべての表記方向に対応する必要はない。XSL4 の仕様では、CSS2.1 とは異なり、方向に関して、表記方向に基づいた用語を採用している。スタート、前やエンド、後などを使い、レフト、左やライト、右などは、 出力媒体に直接関わる場合を除いて使われない。XSL4 の基本的な文書内容のマークアップは CSS 及びそのカスケーリング規則をもとにしている。そのため XSL4 文書で記述した要素の多くの属性は明示的に上書きしない限り、個要素に継承される。XSL4 には非常に多くの機能がある。 先に述べたことに加え、XSL 法では次のような機能を使用で規定している。複数の段数で番組のページを記述することができる。番組のページを記述する場合、規定ではブロックはある段から次の段へと流し込まれる。あるブロックをすべての段をまたがって配置することができる。その場合はページ中に本文の区切りを入れる。この区切りより前の本文は この区切りより前方の各段に順に流し込まれる。区切りより後の本文についても区切りより後方の各段に順に流し込まれる。ただしこの場合は区切りをまたがって区切りの前の部分から区切りの後の部分にかけて文章を流し込むことはできない。番組で記述されたページでも XSL 法のすべての機能は有効である。XSL 法のリストは 他のリストと同様にリスト要素が複数並んだものとして構成される。リスト要素は要素のラベルと要素の本体から構成される。リスト要素のラベルには明示的な順序付きリストであれば数字かアルファベットが含まれ、明示的な順序なしのリストであれば中黒が含まれ、定義リストであれば簡単な文字列、定義の対象となる用語が含まれることになるだろう。リスト要素の本体には 要素の実質的な内容が記述される。リストのラベルと本体をどのように配置するかは、XSL4 文書のページレイアウトの記述に依存する。あるリスト要素で、そのラベルもしくは本体がブロックコンテナを含む可能性がある。ブロックコンテナとは複数のブロックを含む要素を言う。XSL4 では、ブロックあるいはフロー自体に対して段落の途中で、 改めページを行うことになった場合、前のページに最低限残すべき行数と、後のページに最低限印字すべき行数を指定することが切る。この指定は、そのブロックが小ブロックを含む場合は継承される。また、ブロック全体を分割せずに1ページ内に収めるよう指定することもできる。例えば、画像のブロックとその画像の説明文が、 別々のページに分割されることは望ましくない。XSL 法処理系は、たとえページ中に大きな空白部分を作ることになっても、これらの指定に従うように努める。XSL 法では、ページの語編に脚注をつけることができる。脚注の文章は、XSL 法文書の主となるフローの脚注への参照が置かれる箇所に記述する。組み反した文書においては、 客注への参照はインラインに記載される、ただし必須ではない。客注の本体は一つ以上のブロックから構成され、XSL 法処理系により、ページの語編に配置される。XSL 法の表は、HTML、CSS の表、テーブルと非常によく似ている。表の各データを、各々の枠内に配置することができる。また、 表の各々の列に対して背景色などのスタイル情報を指定することができる。表の最初の行を見出し行として指定することができ、見出し行に対しては他の行とは異なる固有のスタイル情報を指定することができる。XSL 法処理系は各列の幅の長さを厳密に計算して組み反することができる。あるいは、 表内にうまく収まるように枠内のテキストを調整して組み反することもできる。XSL4 文書の例を示す。この例では A4 サイズのページに Hello World を印字する。XSL4 文書は XML に準拠した文書であるため、適切な XSLT スタイルシートを用意して、XSLT 処理系を適用すれば、 どのような文書型の XML 文書でも XSL4 文書を生成することができる。そのため XSLT スタイルシートと XSLT 処理系を使えば XML に準拠した低文書や読ブック文書を元にして Web で閲覧できる XHTML 文書を生成することは容易に実現できる。この場合は XSL4 文書を生成する必要はないし、さらに XSL4 処理系を使えば、印刷向けの PDF 文書を生成することができる。実際に、既存の低文書や読ブック文書の多くが、XSLT、XSL4 により、XHTML や PDF など人間にとって理解しやすい形式に変換されてきた。また、XSL4 文書は XML に準拠しているが、明示的なスキーマや、 DTD が定義されていないため、XSL4 文書には、XML 形式の何らかのデータを格納することができる。このような XML 形式のデータとして最もよく使われるのは、おそらく画像形式である SVG であろう。多くの XSL4 処理系が、SVG データが埋め込まれた、XSL4 文書を解釈し、SVG の画像データを埋め込んだ出力を、 生成することができる。XSL4 のもう一つの特徴は、そこそこ使いやすいことが挙げられる。XSL4 の非常に多くの機能は、CSS に基づいている。そのため CSS を使ってきた人々にとっては、XSL4 のマークアップ属性などは馴染みやすい。ある XSL4 文書の特定の部分を見て、その部分がどのように組み反されるかを認識することは、 多くの場合は簡単である。この XSL4 の特徴は、Tex のような組版ソフトウェアパッケージの場合と比べると際立っている。Tex のソース文書を見て、どのように組版されるかを認識することは、Tex をよく使う人でなければ、一般的には難しい。XSL4 の課題の一つは、2006年12月現在では、XSL4 処理機能を備えたソフトウェア、 XSL4 の処理系が少ないことである。また、XSL41.0 の公式仕様では非常に多くの機能が規定されており、そのため仕様に100%準拠した処理系は実際には存在しない。XSL4 処理系が少ない理由は、現時点では XSL4 に対する需要があまり多くないからであるとの見解がある。 テックスとそのマクロパッケージ群、レイテックスなどは組版向け言語としてすでに長い間その地位を確立している。そしてテックスを使う人々はテックスに変えて XSL4 を採用する必要性をほとんど感じていない。もう一つの課題は XSL4 文章を読んで内容を理解することは簡単であるが XSL4 文章を手作業などで記述することは 難しいことであり非常に冗長な作業となることである。XSLT は XSL4 文章を簡単に生成することができるように設計された。そのため XSL4 自体には XSL4 を簡潔な作業で生成するという観点は考慮されていない。XSLT を使えば簡潔な作業で生成できる。この問題は別の問題を提起する。 XSL4 の初学者は、XSL4 文章を記述する方法を一通り、学ぶだけでなく、場合によっては、XSLT による変換の方法も学ばなければならないということになる。このことは当然ながら、標準化された XML 文章を変換する規制の、XSLT スタイルシートが使える場合は、問題とはならない。2006年12月現在、 XSL の最新バージョンは1.1である。XSL が2001年10月に韓国になってからいくつかの XSL4 処理系が登場したが、XSL4V1.0 の韓国ではユーザーが望む機能が不足していたため、処理系それぞれが独自拡張を行って、機能を追加してしまった。このため、w 三 c の XSL ワーキンググループでは処理系の実装を調査して、 共通の機能を標準化することを優先的に行ってきた。その作業成果が XSL4V1.1 であり、V1.1 で標準化されたそれらの機能には、端末作品、改定バー、PDF におけるしより、財務書表における部分はへの対応などに必要となる表中における、条件付けテキスト指標、ページグループ内での最終ページ番号の検出。 単一ページ内での複数方向への記述がある。現在、XSL4 処理系の実装は、あまり多くはないが、利用することができる。XSL4 処理系は、XSL4 文章を実際に、視覚的な形式、PDF などに組み版もしくは聴覚的媒体に出力する。XSL4 の仕様では、非常に多くの機能を規定しているため、 多くの処理系の実装は、XSL4 使用で規定された機能をすべて実装するには至っていない。主な実装を次に示す。XSL4 処理系の出力形式としては、様々なファイルフォーマットがある。実際に出力可能なフォーマットは、XSL4 処理系の実装により異なる。実装によってはファイルを作成せずに、直接にコンピュータ画面に表示したり、 直接印刷することもできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。